皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は東海大学静岡翔陽高校の中道の入試説明会、このお知らせです。第1回目と第2回目、2回あります。まず第1回目は10月1日の土曜日午後です。13時30分から15時30分。第2回目は翌日10月の2日の日曜日です。今度は午前になります。9時30分から12時30分です。内容は、学校の説明、概要の説明ですよね。翔陽高校の中等部、ここはこんな学校ですよと、こんな勉強をしてみますよと、そういう内容の説明ですね。それから入試問題の解説、これがあります。ここで昨年度の入試問題を配布してくれる、このように言っていました。それから部活の見学と制服の試着もできます。さらに施設見学、この時には図書館カフェでココアとラテのサービスね、ココアとラテをサービスして飲めるそうです。もちろん個別の相談にも乗っていただけます。その他として持ち物、筆記用具とスリッパを持ってきてください。それから申し込みが必要で、申し込みはこの翔陽高校の中等部、ここのホームページから申し込むことができますので、参加される方はそちらからお願いします。今回は東海大学静岡翔陽高校中等部の入試説明会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。